オー・ヘンリー大久保裕也君と覚悟一人の獄卒が刑務所内にある靴工場へやってくるその時ジミー・バレンタインは靴の皮をせっせと縫っていたのだが獄卒に連れられて 表の事務所へ行くことになった。事務所に入ると刑務所長がジミーに御社状を手渡した今朝、知事の手でサインされたものだったジミーはやっとかというふうに受け取った4年の刑期のうちもう10ヶ月くらいになる。 三ヶ月くらいで済むものと思っていたのだだいたいジミー・バレンタインのように外にお友達がたくさんいる人間は刑務所にぶち込まれたからといっていちいち頭を買ってたんじゃキリがないくらいだ刑務所長が言うには「ああバレンタイン明日の朝お前は出ていいぞ」 ちゃんとしてまっとうな人間になれ根は悪いやつじゃないんだから金庫破りもやめて片木で生きろしかしジミーは目を見開いて「俺が今まで金庫破りなんて一度もやったことないってばそうだそうだ」と刑務所長は笑う。 そういうことにしておこう。だが、それじゃあ何でお前さんはスプリングフィールドの一件でここにぶち込まれたって言うんだ。上流社会のお偉いさんに傷をつけたら困るからアリバイを証明しなかったっていうのかそれとも、お前に対して何か思うところのある陪審員のクソジジイの仕業だとでも言うのかどっちみち。 ぬれぎぬだなんていうやつは大体いいそんな理由ばっかりだやっぱりジミーは人のよさそうな顔して「俺がですか所長さんスプリングフィールドになんて行ったことないですってクローニーこいつを連れて行けそんでもって出所用の服を用意するんだ 翌朝7時にこいつを出して事務所に連れてこいバレンタインさっきの話をよーく心に留めておいた方がいいぞ翌朝7時15分ジミーは外にある所長の事務所で突っ立っていたスーツを着せられるのだがどうもこれがサイズがピチピチの着せい服で 靴もきちきちで歩くとキュッキュッという音がする要するにこれがお勤めをした後の人に衆があてがってくれる支給品というわけだ初期の人が汽車の切符と5ドル紙幣をくれた法律はこうやって立派な市民になってちゃんと働くんだぞと 背中を押してくれる刑務所長は葉巻を一本くれて握手もしてくれたかくして「バレンタイン9 7 6 2号は名簿にこう記された「知事により恩赦」そしてジェームズ・バレンタインさんはお天ン様のもとへ足を踏み出した。 小鳥のさえずりとか風にそよぐ木とか花の香りだとかそんなのは無視してジミーはレストランに直行でここで自由の甘い喜びをかみしめるわけボイルドチキンを食べたり白ワインをボトル一本飲んだりしてそして食後の一服もちろん 帰りに所長がくれたのなんかよりずっといいやつをそこからのんびりと駅へ行く入り口で座っていた物乞いの帽子に25セント玉をチャリンと入れて汽車に乗り込んだ3時間乗って宗教に近い小さな町で降りる。 マイク・ドーランっていう男のやってる喫茶店に顔を出してカウンターの後ろに一人でいたマイクと握手した「すまんジミーもっと早くに出してやれなくて」とマイク「なんせスプリングフィールドが強く言いやがるもんだから知事だってもうすぐで思いとどまるとこだったんだ調子はどうだ?」。まあな 俺の鍵はとジミー鍵を受け取って2階に上がり奥の部屋のドアを開けたこの部屋を出た時から何も変わってなかった床の上にはベン・プライスのカラーボタンが転がったままだった名探偵さんが、 ジミーをひっつかまえる時に無理をやったもんだからシャツの襟から引きちぎれたやつだ壁から折りたたみベッドを引き出すとジミーは壁の羽板をずらしてほこりにまみれたスーツケースを取り出したケースを開けて頭部最高ともいわれる金庫破り道具一式をほれぼれと見つめた これさえあれば何でもできる特別に作った鉄製の道具でどれも最新型だドリルペンチマゲードリルバールクランプ霧などでさまざまな大きさ用途のものがそろっていた二つ三つはジミー自身が作った発明品で このことを誇りに思っていた何々ってところで作ってもらったときには900ドル以上かかったものだちなみに何々っていうのはそういう手合いのためにいろいろと作ってくれるところだ半時間後ジミーは階段を降りて喫茶店に戻っていたその時には、 趣味のいいサイズのあった服を着ていてスーツケースのほこりもちゃんと払って手にしっかり握りしめていたやらかすのかとマイク・ドーランはニヤニヤする俺がとジミーはしらばっくれて何のことですか私 ニューヨーヨクふがしくむぎ合併会社から来たものですがこの自己紹介はマイクをとても喜ばせたからその場でジミーにミルクソーダをおごったジミーは決してきつい酒に手をつけなかったのだバレンタイン9762番が釈放されてから一週間後のこと。 見事な金庫破りがインディアナ州リッチモンドであった犯人の手がかりはなし被害額800ドルまずまずだそれから2週間後特許を取った改良型盗難防止用金庫がローガンズポートでただの包装みたいにあっさり開けられて今度は現金1,500ドルも盗まれた。 証券や貴金属には全く触れられていなかった。こうして刑事たちが目を光らせることになったが、それでもジェファーソンシティの旧火山みたいな古臭い金庫が活動を始めて、その噴火口から4000ドルもの大金が流れ出るに至った。もうこうなると、ベンプライスくらい腕の立つ奴つらに、 おが回ってくる。事件の報告書を見比べてみるとその金庫破りの手口に強い類似性が認められたベンプライスは盗難現場を捜査して世間に次のように述べた「これはダンディ・ジム・バレンタインの手口です」「活動再開したというわけです」 見てください、このダイヤル部分を雨の日に大根を引っこ抜くみたいにやすやすと抜き取られていますこんなことのできる道具を持っているのはやつだけですしかもこのタンブラー全くきれいに穴を開けたもんですジミーはいつも一つしか穴を開けません皆さん 私はバレンタイン君を捕まえたいのです今度こそしっかりお勤めしてもらえますよ短期刑だの恩赦だのバカなことをなしにしてねベンプライスはジミーの癖を知っていたスプリングフィールドの一件で知り尽くしていた高飛び素早い逃走 共犯者なし、貴族趣味こういったやり口がミスター・バレンタインを罪からうまく逃れる男として有名にさせたのだベンプライスがこの逃げ回る金庫破りの足跡を追っていると公表されると盗難防止用金庫を持っている人々もほっとすることができた。 ある昼下がり、ジミー・バレンタインは愛用のスーツケースと一緒にエルモアという小さな町で郵便馬車を降りた鉄道から5マイル離れた場所にある黒い奈良の木の多いアーカンソー州の田舎だジミーは大学からふるさとに帰ってきたばかりの 運動好きの若い大学四年生といった格好をして板敷きの歩道をホテルに向かって歩いていったふと一人の若い女が向こうの歩道からやってきて角のところでジミーの脇を通り過ぎていく女はエルモア銀行という看板を掲げたところへ入った ジミー・バレンタインは女の瞳に吸い込まれ手前の文在も忘れて違う人間になっていた女は目を伏せ頬をほんのりと赤く染めるジミーのような顔格好の青年はエルモアにはほとんどいないのだジミーは 銀行の石段の上でぶらついていた少年を「俺は株主だぞ」と言わんばかりの態度で捕まえこの町のことをいくつか尋ねた話の間に時々10セント玉をやったやがて若い女が出てきてスーツケースを持った青年なんて見向きもしないとばかりにたおやかに歩いていった。 あの人はポリー・シンプソンじゃなかったっけとジミーはそれらしく聞いてみた少年は「いやあの人はアナベル・アダムズって言うんだ親父はこの銀行のオーナーだよあんた何しにエルモアへ来たわけさ金の時計鎖をつけてるっしょ俺ブルドッグが欲しいんだよね もう十セント玉ないのジミーはプランターズホテルへ行き宿帳には「ラルフ・ディ・スペンサー」と書き込んで一部屋借りたフロントに寄りかかってフロント係に自分の要件を話す自分がエルモアにやってきたのは商売をする場所を探してなんだこの街では 靴屋ってどんな感じだね。靴屋をやろうと思ってるんだけどうまく入り込めるかなフロント係はジミーの服や身のこなしに感心していた彼自身エルモアでちょっと金のある若者たちからファッションに関しては一目置かれていたのだけど今自分にかけているところが分かった。 ジミーのネクタイの結び方を覚えようとしながらフロント係は快く情報を提供したそうですね靴屋でしたらうまく入り込めるんじゃないでしょうかこの町にはちゃんとした靴屋が一軒もないんですよ衣料品店兼雑貨屋が扱ってるだけでしてどんな商売をしてもうまくいくと思います スペンサーさんエルモアに落ち着いてみてはいかがですかいい町ですしみんないい人ですよスペンサー氏は数日この町に滞在して様子を見たいと言った「いやボーイを呼ばなくていいよこのスーツケースは自分で運ぶからちょっと重いんだ」 ラルフ・スペンサー氏ジミー・バレンタインは突然恋の炎に二者択一を迫られ身を焦がして灰になったその残りかすからよみがえった不死鳥スペンサー氏はエルモアにとどまり身を立てた靴屋をはじめ商売は繁盛した 社会的にもスペンサー氏はうまくいって友人もたくさんできたそして心の中で願っていたこともかなえられたスペンサー氏はアナベル・アダムス城と出会いますます彼女の虜となった一年たってラルフ・スペンサー氏は こんなな感じになっていた。スペンサー氏は近所の人から尊敬されて靴屋は儲かっているアナベルと2週間後結婚する約束をしたアナベルの父親は田舎に典型的な努力タイプの銀行家でスペンサー氏のことを認めてくれた父親から見れば 自慢の娘であり、娘からすれば自慢の父親だったスペンサー氏はアダムス一家やアナベルの姉の一家と打ち解けもう家族の一員のように扱われていたある日ジミーは部屋の椅子に座って手紙をしたためたそして セントルイスにいる信頼できる友人のもとに送った懐かしい相棒へリトルロックのサリバンのところに来てほしい日にちは来週の水曜夜9時だ俺のためにちょっと片付けてもらいたいことがあるそれと俺の仕事道具もプレゼントしたいと思っている 喜んで受け取ってもらえる1,000ドルあったってこれと同じものは作れないビリー俺はもうあの家業から足を洗ったんだ1年前にかわいい店だまっとうな生活をしてなんときれいな女と2週間後には結婚することになった これが俺の人生なんだビリーまっとうなね100万もらったってもう人様の金には1ドルだって手をつけない結婚した後は売るだけ売って西部へ行く西部に行けば昔やったことでやいやい言われる恐れもないからなビリー恥ずかしいけど あの子は俺のの天使なんだ。あの子も俺を信頼してくれている。俺だってもうどこへ行っても曲がったことなんて絶対にしたくない。頼む。サリバンのところへ来てくれ。俺も必ず行く。ちゃんと道具は持って行く。旧友、ジミーより。 ジミーがこの手紙を書いた後の月曜の夜ベンプライスは人目につかないように貸し柱でエルモアへやってきた街を静かに歩き回って求めるものを見つけた薬局から通りを挟んで向かいにあるスペンサー氏の靴屋に目を向けて「ラルフ・ D ・スペンサー」 という男をじっくり見た銀行家の娘と結婚するそうだなジミーとベンは小さくつぶやいたどうなっても知らんぞ翌朝ジミーはアダムスケで朝食をとった今日はリトルロックへ行って 婚礼用のスーツとアナベルへ何かプレゼントを買うつもりだったエルモアへ来てから初めてこの町を離れる日でもあったもう一年以上になるあのこなれた家業の最後のお勤めからそろそろ外に出ても大丈夫な頃だろう朝食を終えると 家族そろって町の中心へ出かけたアダムス氏アナベルジミーアナベルの姉とその幼い娘二人で子供は五歳と九歳だった一行は今もジミーが泊まっているホテルにやってきたジミーは部屋に上がって あのススーーツケースを取ってきた。それから銀行へ向かったそこにはジミーの馬車とドルフ・ギブソンが待っていたギブソンはジミーを記者の駅まで馬車で送ってくれることになっていた一行は彫刻入りで背の高い菓子の柵の向こう 銀行の執務室へ入ったジミーも連れて入ったということは将来アダムスケの婿となる男としてどこでも歓迎するという意味でもあった銀行員一同はアナベル城と結婚するこの愛想の良い美青年から挨拶されてとても喜んだジミーは スーツケースを床に下ろしたアナベルはとても幸せだったしまだとても若かったから心臓がドキドキしっぱなしだったジミーの帽子をかぶってスーツケースを持ち上げたこれで立派なセールスマンに見えないあれラルフこれとっても重いのね なんだか金塊がぎゅうぎゅう詰めになってるみたい」とアナベルが笑うとジミーは平成を装ってこう言った「そこにはニッケルの靴べらがたくさん入ってるんですこれから返品するんですよ」こうやって持っていけば輸送費が節約できるでしょ僕は最近倹約に凝ってまして エルモア銀行はちょうど新しい金庫室を設けたばかりだったアダムス氏自慢の金庫室で誰にでも見てくれと言っていた金庫室は小さかったがその扉は新型の特許ものだった頑丈な鋼鉄製の缶抜きが三つ取り付けられていて 一つのハンドルで同時に動かせるようになっていたし、設定した時間が来ないと開かない次元式の鍵もついていた。アダムス氏は顔をほころばせながら、この仕組みをスペンサー氏に説明した。スペンサー氏は礼儀正しく聞いていたものの、あまり深い興味を示さなかった。 その代わり、メイとアガサという2人の子供がピカピカ光る表面や変わった時計ハンドルなどを見て面白そうにはしゃいでいた一同がそんなことをしているうちにベンプライスがふらっと入ってきて肘をついて木の柵の間からさりげなく中をうかがっていた。 弁は水筒係に「別に用はないんだただ知人を待っているだけなんだ」と言った出し抜けに女性の悲鳴が一声二声上がって場は騒然とした誰も見ていなかったところで年長の9歳の方の娘のメイがおふざけでアガサを金庫の中に閉じ込めてしまったのだ そしてアダムス氏がやっていたのを真似して、カンヌキを刺し、ダイヤルを回してしまった。老銀ギン効果はハンドルに飛びついてぐっと引っ張ったが、ドアが開かない。時計のネジも巻いていなかったし、ダイヤルも合わせておかなかった。アガサの母親がまたヒステリックに悲鳴をあげた。静かに。 アダムス氏は手を震わしながら挙げたしばらく誰も静かにしなさいアガサと声のかぎりに呼びかけた聞こえるか一瞬の静寂があってから中から子どものかすかな声が聞こえてきた真っ暗な金庫の中でパニックになって 怖くて泣きじゃくる声だった「アガサアガサ今にもおびえて死んでしまうわ」「ドアを開けていいからこじ開けて男のくせに何もできないの」と母親が泣き叫ぶとアダムス氏は震えた声で答えた「これはリトルロックまでいかんと誰も開けられるものがおらんのだよ弱った スペンサー君、どうしたらいいんだ。子供があの中じゃ長くはもたんのだ酸素は十分にないしそれに恐怖で引きつけを起こすかもしれんアガサの母親は我を失って金庫室の扉を手で叩いている「ダイナマイトを使ったらどうだ」という意見まで出る次第だった。 アナベルはジミーの方を向いたその目は苦痛に満ちてはいたが完全に希望を捨て去ってはいなかった女性にとって自分の尊敬する人の力さえあれば不可能なことは何もないと思えるらしいどうにかならないのララルフ、ね、えラルフフね スペンサー氏は唇と鋭い目をそっとほころばせ妙な笑みを浮かべてアナベルを見た「アナベル君の刺しているそのバラをくれないか」一瞬自分の耳を疑いながらもアナベルはドレスの胸に刺していたバラのつぼみを外して スペンサー氏の手の上に置いたジミーはそれをベストのポケットに押し込み上着を脱ぎ捨てシャツの袖をまくったそれとともにラルフ・ D ・スペンサーなる男は消えうせジミー・バレンタインが姿を現したドアから離れていてください皆さんとジミーは 言葉少なに命令したジミーは机に愛用のスーツケースを置き2つに開いたその瞬間から誰の存在も気にしていないようだったジミーはピカピカに磨いた妙な道具を整然と素早く並べ仕事にかかる時はいつもするように 小さく口笛を吹いた辺りは静まり返り誰も動こうとしなかったただジミーのやることを魔法にかかったかのように見守るだけだった一分もするとジミーの愛用のドリルが鋼鉄製の扉にきれいな穴を開けていた 10分後、ジミーは今までの金庫破りの自己記録を破る速さで缶抜きを後ろに投げ捨て扉を完全に開けていたアガサはもうフラフラだったが命は無事で母親の腕の中に抱きしめられたジミー・バレンタインは上着を羽織って 木の柵の外に出た。正面入り口の方へ歩いていくその時遠くの方で聞き覚えのある「ラルフ」という呼び声を聞いたような気がしただがジミーにためらいはなかった入り口のところで大男が行く手を塞いでいた。 シミーは妙な笑みを浮かべたままこう言った「やあベンついにやってきたかそれじゃあ行こう何を今更って感じになるのは否めないけど」するとベン・プライスはちょっと変な素振りを見せた「何か誤解していらっしゃいませんか?」 スペンサーさん、私にはあなたが誰だったかさっぱり「そうそう馬車がずっとあなたのことをお待ちですよ」とベンプライスはきびすを返してゆっくりと通りの向こうへ歩いていった。 大ヘンリー大久保雄役罪と覚悟